たならば帰った瞬間涼しいぜ。真夏も寝苦しくないぜ。絶好調ならいや爽快、絶好調の家にしたならば窓閉めたまま換気できるぜ。電気代までお得になるんだぜ。絶好調ならいや爽快。ヒノキアグループ。お願いいたします。お願いします。じゃあ奥に、あの顔がパカパカ見えないようにって、あんま顔を動かさないのが原因なんで、斉藤さんもそれに習う。はい、わかりました。はい、皆さんお願いします。なんか縦乗りっていうと横かなぐらいな感じで、はい、右左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 右ないぜ。はい、カット。はい、いただきます。真夏も寝苦しくないぜ。はい、カット。はい、いただきます。はい、もう一回。2、の、3。そうそうそう。よーい。1、2、の、3。はい、カット。よーい。いきます。1、2、の、3。はい、カット。はい、じゃあ。お会いした僕の家族を演じてくれた、はい、もう特に子供たちの愛らしさと元気いっぱいなエネルギーと、奥さん役の由美さんがこれあのダンサーさんでもあるので、はい、非常にこう僕らの動きとかをご指南くださったり、すごいチームワークがいいなと思って楽しく撮影させてもらっています。本当に快適な空間なので、スタッフさんも皆さんそれをあの口々におっしゃってるのが印象的で、ここは大変というよりは本当にこの空調システムのおかげで撮影自体がとてもスムーズだと思います。ご提案をいただいた時に、こういうテイストでやらせていただくんだったらもう徹底的にこう、まあ、なりわいが役者なので、はい、あの一つずつしっかり演じるというか、はい、スチールではあるんですけど、はい、そういう向き合い方をちゃんとさせていただきたいですというちょっとわがままを言いまして、はいはい、ビジュアルを作ってくださる方たちが本当にプロフェッショナルで素晴らしい技術と真心を持ってらっしゃったので、はいはい、もうその鏡に、はい、鏡の前で変身していく自分を、はい、あのそこに気持ちを乗せるだけだったんで、はい、非常にも楽しくクリエイティブな時間でしたね、はい、やっぱり女の子はですね、ヒゲが他の仕事の都合で、はい、今日のように残さないといけなかったんですね、はいはい、でグラフィックなのでちょっとそのレタッチというか、はいはい、そういうふうにあの加工していただいてるんですけど、はい、実際撮影はヒゲで、はい、こう下げという、はいはい、女の子の
紛争してるという、たまたま隣のスタジオに僕の友人がいたので会いに行ったりして楽しんでましたけど、やっぱり女の子の紛争にヒゲっていう、こうミスマッチが非常に僕は楽しいというか、いい経験させてもらいました。僕自身こう自分が家庭を持ってるわけではないので、想像の範疇ではあるんですけど、子供だからというふうに何かこうチャンネルを変えないというか、自分が子供の時も大人に対して大人が子供に合わせてるっていうことをすごくビビッドに感じてた記憶が鮮明にあって、やっぱり対等という、ある意味子供扱いしすぎないっていうことだと思うし、お子さんたちも大人だから親だからっていうことにとらわれすぎないで、人対人っていうことを大事にしていくと、本音がちゃんとそこに充満する会話やコミュニケーションになるんじゃないかなと、その撮影でも思います、ね。